皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのどしです。今日は沼津中央高校の授業料等の説明会、このお知らせをします。内容はまず高校に入るときどんなお金がどのくらい必要なのか、高校に入学してからどんなお金がかかるのか、まあ、かかるお金だけじゃなくてどんな支援があるのか、お金を支援してくれるのか、そういう内容の説明会です。受付は11月の1日からになっているので、この動画10月中にご覧の方はもうしばらくお待ちください。対象は中学校の保護者の方です。ただし中学生ね、こちらも参加できます。その場合は制服着用となっているので必ず制服を着用してきてください。開催は2回です。11月の19日の土曜日、12月3日の土曜日、時間はいずれも9時から11時で、受付は15分前からです。内容は高校進学に必要なお金、入学金、施設充実費、制服代などですね、どのくらいかかるのか具体的な数字で教えてくれます。それから入学後に必要なお金、まず授業料ですね。中学校までは公立中学校に通っているんだったら授業料と教科書の代金って無料だったんですけれど、高校はかかるんですよね、義務教育じゃないから。で、授業料、そして初回費、これ部活動のお金なんかも含まれると思います。で、修学旅行の積み立て金、それは模試を受けるので模試の代金もかかります。そして先ほど言った教科書代、これもね、義務教育じゃないんでかかりますよね。そして授業で使うタブレットの端末代金、こういうものが具体的な数字でいくらかかるよと教えてくれます。かかるお金だけじゃなくて支援されるお金とか免除されるお金、この話も出ます。高校生は国と県から就学支援金というのが出ています。これは世帯年収、これによって変わってくるんですね。このくらいの世帯年収だったらどのくらいの支援金が支給されると、そういう数字を具体的にお話しされると思います。それからお兄さんとかお姉さんが中央高校で勉強している場合、これ兄弟割引、こういうものがあります。で、複数の奨学金の制度があるので、この説明もあると思います。そして特待生、これもいろいろ特待生ありますよね。全額免除とか半額免除とか、どんな条件かというのをお話しされると思います。事前申し込み当然必要ですよね。こちらのチラシを持っている方、QR コードから申し込むことができるので、こちらから申し込んでください。このチラシがない方、沼津中央高校のホームページの方から申し込むか、直接沼津中央高校に問い合わせをして申し込みをしてください。今回は沼津中央高校の授業料等の説明会、このお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。